鹿島灘は、茨城県東部の大洗、岬千葉県東部の犬坊崎に広がる太平洋の海域。海底は、水深140メートルまで沈み込む大陸砲が続き、また、太平洋から流れ込む日本海流と、三陸沖から流れ込む千島海流がぶつかり合う、潮目となり、一帯は、水産資源が豊富。サンマ、イワシ、イカ、ハマグリなどが採れ、大洗、鹿島、 葉崎、き、調子に漁港がある。また、大洗町近辺では、アンコウが、冬の味覚として知られており、アンコウ料理の店が多い。ハマグリについては、2010年代までに、鹿島灘沿岸の漁獲港が激減しており、茨城県海面漁業調整規則によって、採取道具の制限、3センチメートル以下の違い採取が、禁止されている。海上保安庁が発行する日本の水路寿司にも、 掲載されている。名だと地名がつく、日本周辺の14海域の中では、最も東にある。大洗町から神栖島での沿岸は、砂浜が続くが、ダム建設の影響で、中川や利根川からの砂の供給が減少し、砂浜の侵食が著しい。このため、ヘッドランドの整備が進められている。鹿島の地は、古くから鹿島神宮の聖域として知られ、 境内に自然の砂浜が残る。大規模な掘り込み式港湾で鹿島臨海工業地帯の根幹を成す鹿島コンビナートはその南方にある。ありがとうございます。